グラブスプレゼンツ岡田桜井のチャーハンが食べたい。こんばんは。毎週月曜日夜10時半からは岡田桜井のチャーハンが食べたいでございます。久しぶりにこっちのスタジオで、はい、ね、久しぶりですね。そう、いつものスタジオはちょっと調子悪い。はいはいはい。なんかあれですよ、だから、まあ、始まったスタジオですよね。あ、そうね。そう、うん、でもう4月で6年目と。6年目。あの先週さ、うん、なんか俺チャーハンで言い忘れてたんやけどさ、はいはい、やっとあの3月で、うん、ファミマを辞めることが決まった。ああ、そうね、夜勤をね。それ、うん、言ってなかったなと思って。あ、先週言ってなかったっけ。そうそうそう、そうかそうか。来週の日曜日でラストですか、うん、ラスト夜勤。ラスト夜勤。何年間？5年の夜勤が。そう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 。あ、終止符を打つわけだ。そうですよ。すごい、ないっぱいエピソードトークもできてたのに。いいのよ。だからもうこのオープニングで喋ることがもう本当になくなるよね。昨日の夜勤どうでしたみたいな振りがあったもんな。そうかそうか。もう感極まっちゃうかも最後。え、夜勤やめたことによって。やめるときにやっぱその、うん、朝方ちょっと泣いちゃうかも。花束用意しとこうか。お疲れ様でしたみたいな。なんか月曜日暇になるのすごい嬉しいわ。そうね、月曜日はだからもう一日寝てたわけやもんな。そうそうそう。それが日曜日はもう普通に夜勤なくなるけど、うん、月曜日がチャーハンまでが空いたりするからね。だからその5年夜勤しててさ、うん、でまあ、もうここでも何回も喋ったことあるけど、うん、店長がすごいいい人なの、はいはいはい、ね、おばさんの店長ですごいいい人で、うん、で、まあ、辞めますって言ったら、うん、まあ、多分その相方でありがとうねみたいな、もうね、なんか辞められたらまあ、うん、しんどいけど困るなみたいな、まあ、困るな、うんうんうん、でやっと思ってたんですよ。あ、そう、向こうからかけられることは。そうそうそう、うん、したらなんか、まあまあ、朝一やったからなのかな、うんうんうん、まあ、ちょっともうできれば3月いっぱいで、うん、やりたいんですけど、はい、そういうの早く言ってほしいな。そう、普通にイラッとされて。ああ、ほんま、うん、ちょっとな1月ぐらいにできれば言ってほしかったけどね、うん、まあ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 いいか、まあ仕方ないもんね。あれ、お前ずっといらんかったんか、別に。あれ、俺それぐらいのテンションで嫌われてるかな。ほんまやな。すごい嫌な気持ちになったな。貢献してたもんね。そう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 。まあでもだからそのチャーハンも夜勤も同じ、ほぼ同じ年数ってことでしょ。そうですよ。だから夜勤から押し上げみたいなこのルーティーンがあったわけや、うん、それがもうなくなるってことやもん。そうやね。もうマジでお前月曜日なんかフリーズしたのじゃなんか。何すればいいの。そうそうそう、月曜日の使い方がなんか9時半に押し上げ来るまでなんかずっと動かないとか。ネタ書くわ。書いてください。さあ、ということで、はい、はいはい、今日は5人ということでございますけれどもね、はい、また花火くんに来てもらってます。はい、よし。じゃあ2月に来たんやんか、前回。そうなんですよ。で、まあ、大体1年とか半年に1回ぐらいの。ゲストにしてはちょっとスパンが短い。そう、1ヶ月はな、ちょっとマジック見る気持ちもこっちもできてないというか、はい、コロナだからね。あ、そうそう、だからその母国に帰れなかったの。あ、なるほど。そうそうそう、え、もうそっちがボなの。いつからボになったの。マジで。そうそう、海を渡れなくてね。そう、仕事もなくなっちゃったから、まあ、ちょっとって言って、で、まあ、結局なくなったんですけど、はい、来週も来るって言ってたね、こいつ。え、2週連続なくなってんけど。あ、なるほどなるほど。そう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 、危ないとこでしたよ。危ない。あ、っていうか、まあその湯川、花火は全然関係ないんやけど、はい、先週のゲストが、ガララーガ、はい、っていう2人で、はい、で、なんかちょっと準レギュラー争いみたいな。あ、そうだそうだ、そうガララーガとお前らと、はい、まあ、森山も含めて、はい、その岡田桜井チャーハンが食べて準レギュラー対決みたいなしよっかっていうことにしたんですね、はい、放送見てた方から結構な量コメントいただいて、はい、そのまあガララーガ面白かった、はい、すごい放送楽しかった、はい、岡田桜井とガララーガ仲良さそうみたいな、うん、まあコメント多めまず、はいはいはい、でその中に、散見されるのが、はい、ガララーガがレギュラーだったらいいのにっていうか、タッグがちょっとなんか支持率もだいぶガララーガの方が高い感じがある。どうやら、はい、おっと、これはちょっと俺はだから岡田さんに決めてもらおうかなと思ってて、その対決で、はい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 、そうミーに委ねるとなんかもうマジで変わっちゃう可能性が。まあでもその別にね、うん、その視聴者のためにやってるみたいなとこもあるやん。まあまあ、いや、そう、見てもらってなんぼやからな。そう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 。ただその僕はじゃその先週そのお休みいただいて、うん、そうそう、まあそれはね、もう聞いてたから、はい、うん、いたらどうだったかわかんないですよね。あ、進藤がその場にいて、ガララーガを見たらね、うん、僕はチャンスいただいてもいいかなと思っちゃうというか、もう一回、
あ、なるほど、ガララーガのお前がいるときの公平にジャッジするのに、はい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 、がもしガララーガなんだったら、僕も、うんうん、すいませんでしたって言いますけど、実力不足ですって。チャンスを生んで言えば、2年間ずっとチャンスではあるけど、いや、ただ、その、あれですよ、それで結果を残してないというジャッジになって、視聴者からすると、待ってください、いや、まあでも、その目新しさが良かった、あ、はい、まあまあね、それはね、うん、毎週毎週、そんな美味しいもんばっか食べてたらおかしくなっちゃいます、うん、飽きんのも早いと思います、うん、正直、はい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 、僕はこの薄さだから2年間ずっと見てても何も言われないってことです。そう、同じ味みたいな、あの不倫した誠司さんも同じこと言ってたで、お前なんか同じ味ばっかり食べてみたいな。いや、だからそのまあだから何が言いたかったって、うん、まあ、1回もらったチャンスもらった山下は、うん、まあ何も言うことないじゃないかってことですよ。いや、違うの、山下を切り捨ててもう一回チャンスください。違う違う、あの需要に合わせ始めたら終わりっすよまあそれもあるよね、本当にそのちょっと先行かないとみたいな、あ、やっぱ、うん、作りたい笑い、うん、を求めないやろ見せてくれよ。でもだからお前もそのゲストで来るときに新藤山下がいなくなるっていうのはちょっと嫌でしょ、やっぱ仲いいわけやんか。そう、まあでもあんま分かんない、俺知らないで。ああそう、うん、まずゲストが決めることじゃねえいやいや、そうやけどさまあだからそういう対決もあるかもということで、はい、じゃあ、はい、ぜひ企画でやりましょう。そうね、そう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 、そうということで、はい、さんにやってもらって今週のよだれワード、よだれワード、はい、パラダイス。あ、うわ、すごいまんまやってるちょっとすごかったですね、うん、今のはすごかった。ずっとコロナ、はい、オナウジーニョ、はい、高輪ゲートウェイ、はい、キオープンで、ラランド西田と、うん、玉色学園リナちゃん、はい、っていうの話、はい、まあこれは花火の僕です、はい、ですけど、まあじゃあ山下どれから行く。これは、高輪ゲートウェイ、うん、あ、これね、はい、山手線に一つ駅が追加されるって話ですよね、はい、高輪ゲートウェイ、で、この人が、近いんですよ、これ。これ実家の目の前にマジで立って、でもね、ここに実家あるの臭くない？何臭いって臭いいや、要は品川区ってことなんですよ、まあはいはい、品川区に実家あるの臭くない？どういうことですか、臭くない？港区あ、港区、あ、港区なんか余計な、品川区と港区全然家賃違いますよこういう決めなんですじゃあこれ流してなんかウーマンラッシュアワーみたいな感じで一人で、あ、なんか使った行ったんでしょ、あ、行ったんですよ、もう綺麗綺麗、あー、ほんと、俺もう嬉しかったな、うん、こんな美味しい、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 全体美味しい。あ、でも、田町に俺、うん、最近キックボクシングが始まった、はい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 、田町までの時間がちょっと長くなっちゃったんですよね、うん、ああなるほど、あ、そうなんだ、っていうのがあるし、あれ、うん、なんで立ったのマジで、うん、え、いや、いや、嫌なんですか、え、なんで立ったのマジで、え、オリンピックに合わせてじゃないですか、そうなの、なんか微妙な距離があったんでしょ、品川と、あ、そうなんですね、そうそう、で、そこの間に別にまあ作ったら地下になっちゃうけど、はい、みたいなことは、あ、そうなんだ、うん、じゃあまあいいと思う。なんか大崎と品川間がその一番長かったんですよ。あ、そうやそうや、3分、うん、ああ、はい、で、間に作ろうみたいな。僕これ高校の最寄りになりました。あ、ほんと、はい、へぇ、歩いたことあるんですけど、結構高輪高校だもんな。はい、うん、高輪高校言ったことはないあ、そうなんや、言ったことはないですけどね。まあでも、なんか別に使うことはなさそうやなって思いながら意外とそうっすね。そうそう、ロナウジーニョってなんなん。これもめっちゃ短いんやけど、うん、ロナウジーニョが捕まってん、なんでパスポートを偽造して、うん、で、刑務所入ったんやけど、うん、刑務所のフットサル大会で5ゴール6アシスト、うん、すごいやん、めちゃくちゃ面白い、すごいやんかすごいななんでそこで本気出せてくれやばいいや、軽くよ、軽く多分ね、5ゴール6ゴール6アシストがすごくすごい、すごい、周りはやっぱりね遊びがあるよね、遊びがありますよね、ちょっとよくね、刑務所入ってロナウジーニョとサッカーなんかね、うん、なんか素敵な話やな、なんかね、あったかい気持ちにはなる、みんな死刑だからな、でも刑務所いや、そんなわけないやん、え、これはこれもあったかい話、あ、そう、これに西田と玉山学園リナちゃんって、まあなんか最初二人とも番組に出てもらったことあるわ、あ、そうなんですか、うんうん、まあラランド西田ってやつと玉山学園、はい、リナちゃんの話なんですよ、もともと中川さん、うん、フランスペアの中川さんと、はい、仲いいなあの、まあ、中川さん、こいつの仲いいの中川さんがちょっと怖くない確かに仲いいね、2人でピザ食うんですもんな、てかなんかよく言われるのが、うん、あの警視庁のスタッフたちに、うん、ゆか、あの俺と仲いい、うん、あの先輩たち全員目が怖いって、うん、あ一平さんとか、うん、中川さんとかも分かる分かる、うん、まあそれが中川さんと元ハンバーガー食べに行こうとなった時に、うん、俺西田とも約束しててダブルブッキングしちゃって、うん、あ、なるほどなるほど、はいはい、でちょっと、うん、まあ、みんなじゃあ行こうかってなって、うんうんうん、で、たまたまで、りなちゃんとも俺、うん、
あのいつかご飯行こうねみたいな話で、あ、まあ、軽くね、はいはい、だからじゃあリナちゃんもおいでよって言って、うん、まあ、だから大学生の時にお笑いやってて、あ、まあそうそうみたいな、まあ、まあグループ仲はいいからな、4人のメンバーになって、うん、で当日中川さんがちょっと用事っていうか、まあ、ちょっと体調の問題で行けなくなっちゃった、結構直前で、うん、あ、分かりました、うん、で西田って、うん、俺結構西田と会うのが久々だったんで、はい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 、3ヶ月ぶりだったんで、うん、こいつ忘れてて、うん、こいつも当たり前のように何時間遅刻するんですか、ね、4時間遅刻したんですよ、ね、うわ、うん、で僕2時ぐらいに、うん、あの着いて、うん、リナちゃんと僕だけになったんですよ、2人、そう、うん、で玉田学園のリナと、はい、でリナちゃんでまあちょっとねアイドルみたいな可愛らしい子やねんな、そうなんですみたいな、あ、そう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 、 そうでハンバーガーを一緒に食べたんですね、うん、でもなんかあの子って結構面白いじゃないですか、面白い、面白いですね、うん、本当にもう本当にですよ、4時間、うん、ずっと喋れたんですよ、リナ、あ、会話ができたわけや、ずっと笑ってみたいな、うん、でもうリナのことなんか忘れて、うん、で2人で、あれ、ちょっと後輩の単独ライブ行こうかって、ああ見に行っちゃおうかみたいな、で、うん、行こうとしたら西田がこうやって歩いてきた、はい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 、えってなって、リ、う、ス、ん、がまたハンバーガー行きましょうやって言って、まあ、またハンバーガー食べに行って、おで、なんかわかんないけど、僕が一番その時は年上だったんで、はいはいはい、あの西田、リナちゃん、まあ、俺で座ってたんで、はいはい、こう並びで、並びで、うんうん、そ西田が、なんかわかんないですけど、まあ、寝起きかわかんないんですけど、うんうんうん、そう、なんかムラムラしてたみたいで、まあ、ずっとリナちゃんのここを触ってたんですよ、こうやって、うんうんうん、気持ち悪いね、で、リナちゃんが、やめてもんって、いや、そろそろ、はい、リシダがケチャップをこうやってバーッと取って、うん、もうダメろって言い出したんですよダメダメ、うんうんうん、でも、普通の人だったら、頭おかしいんじゃないの、うん、まあね、玉浦学園って、うん、植木さんに洗脳されてる、まあまあ、そうね、やらされてるから、ね、うん、当たり前のに舐めたんですよ、そう、まあ面白もあってやと思うね、多分そうそうそのなめた方が面白いっていうジャッジもあったと思うけど、うん、でもそれをリサが気象に乗って足触ったりこうやってやりすぎて、うん、リサちゃん号泣したんですね、おうおうおう、大丈夫だよ、ハンバーガーで、うんうん、怖い、いや、それは怖いよ、俺リサ乗せたじゃないですか、うん、それで、なんだろう、まあ、リナちゃんが泣いて、うん、西田手叩いて笑って、うん、俺も指さして笑って、なんだろう、なんか女性のそういう権利ってもっと保障されたことあー、どうしよう、どういう締めくくり方なんですか、それどういうオチやねん、保障してあげる側へ日本はまだ奪ってるな、奪ってるな、今お前この話大丈夫かって言ったら、はい、西田にちょっと引きましたって見出し言ってたよな、はい、お前も指さして笑ってる笑うだろさあ、ということで、はい、マジシャン花火また来た、もうええわスペシャルということでございます、はい、まあまあこの人が来ると、まあそれはまあマジックやってもらうことになる、はい、レスキュー、よし、やばっ、すげえいや、でも、そうか、やっぱ芸人はできひんもんな、これマジシャンやる、そう、マジシャンやからできるわけだもんな、逆にそのネタは僕できないから、マジシャンそうね、はい、ということでやっていきましょう、はい、じゃあ、マジックを見せてくれるということになりますか、はい、頑張ります、はい、はい、まあちょっと挨拶代わりとしてね、はい、すごい、うん、もう、古典的なものをやりますね、はい、カップを使います、カップを、うん、カップですね、うん、でカップの中には見えるかな、この視聴者さんね、こうボールが入ってます、はいはい、赤い球が、赤い球で、うん、でカップとボールです、うん、でこれなんかくっついたりしないかとか、まあ、調べててください、はい、はい、普通の多分カップだと思うんですけども、全然大丈夫、いきますか、はい、ありがとうございます、はい、応援してます、じゃあありがとういきます引き続きお願いします、はい、まあ、非常にあの単純なマジックでございまして、うんうん、はい、これ赤いカップを僕がパッて握って、はい、プッて吹いてあげると、なんと消えちゃうんです、うわ、うん、でどこにあるかっていうと、うん、このちゃんとカップの中に戻ってるという、おすごいマジックなんですけど、これ僕たまに飲み屋でやるんですよ、あのちょっとなんかやってって言われて、はいはいはい、絶対これ僕やるんですけど、うん、これ結構バレるんですよ、っていうのも、うん、僕こうやってよく言われるのが、こうやって渡すふりをして、うん、実はこっちに入れといて消してるんじゃないかっていう、はい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 、本当によく言われるんですけど、うん、まさにそうなんですよ、あ、もう、まあそういう種ない、まあ、そうなんですよ、なんでかって言ったら、まあ、ここが空いてるからなんですよ、うんうん、要はじゃあ次はここを空いてない状態で、ポケットに入れて、指鳴らして戻ってきたら超すごくないですか、はいはいはい、行きますよってやると、はっ、おー、いやー、ダサい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 、すごい、ごめんなさい、でこれを、今度はもう一回しもう一回ここに入れます、うん、この状態持ったらすごくないですか、え、すごいよ、でも まだないんですよ、実は、はいはいはい、これちゃんと指鳴らすことに意味があって、はい、戻ってきて、うん、見えました、戻ってくるんですよ、見えないよ、なんか、ちょっと見てみると戻ってくる、すごい、本当にすごいじゃないですか、
でちゃんとやるんですよ、うん、でこうやって入れたらもちろんあるんですけど、ちゃんとここなんですよ、うん、ここに入れたら誰でもできるんですよ、うん、ちゃんと裏向きで入れるからできないんですよ、うんうん、でちゃんとポケットにしまってるので、はいはい、まあないですよ ね、でも、うん、こうやってちゃんと指鳴らすと、うん、あもう戻ってきてますね。えなんとこれヒアリア、あれ、すごい、何事、これすごい、全然すごい。じゃあいきますよ、次また戻って、うんで、うん、指一回鳴らすと戻るんですけど、うん、今度は一回でもう一回サービス鳴らす。あ、二回鳴らす。これ岡田桜井用なんです。お、そうするとなんとちょっとだけねサービスで、うん、ちょっと大きくなる。ええー、すごっ、すげえ。あ、桜井さん手出してもらっていいですか。はい。もう一回サービス。あ、あ、え？っていう、最初は僕のマジックでした。すごい。わ、すげえ。すげえ。え、全然分かんなかったっすよね。いや、そうよ。いや、だってここで見てても分かんないし、うん、途中までは分かって、僕も分かんなかった。よし、途中までは分かって、なんかその、はいはい、こっちに下と見せかけてこう、なんか置いてるから、そこまで分かりました。正直そうですね、後半がもうすごかった。そういうもんなんですよ。おぉ、すごいね。いやー、しんどい、行こうぜ。しんどい、行こうぜ。しんどい、どうぞ。ジョインしようぜって言って、あー、参加してくださいって、うん、あー、よし、ふーって言って、なんで？いや、これは言おう。いや、分かってる。それ先輩やから、そもそも。きっかけ言えよな！早いって。ちょっと待ってよ。桜井さん、早いって。お前、桜井さん、違う、聞いてたよ。はい、どうぞ、どうぞ。はい、どうぞ、どうぞ。どうぞ、どうぞ。はい、どうぞ、どうぞ。はい、どうぞ、どうぞ。はい、どうぞ、どうぞ。あ、で、まあ、そんなことは。はい、はい、そうね。言わないんだ。ちょっと、しの1000円持ってる、1000円札。いや、1000円、ちょっと今は持ってないです。あ、持ってる？いや、多分ありますね。あるなら、ちょっと一回貸してほしいんだけど。そう、一回ね。貸すですか？うん、はいはいはい、で買って買ってじゃん、はい、1000円、はい、1000円、はい、でその代わり、うん、俺がなんか保険かけよう。俺がもし、ちょっとこのままの人が俺初めてやるからさ、うん、失敗しちゃった消す場合があるんだよ、たまに。あ、1000円がなくなっちゃう場合がある。その場合はちょっとこの高級一粒1000円の、うん、ちょっと給与を、うん、持って帰ってほしい。あ、なるほどなるほど。コロナで食がないからさ、うん、弁償とかできないから。ああ、じゃあまあこれにしよう、じゃあね。全然いい匂いよ、高級、はいはいはい、いやだけど段取り上、はいはいはい段取りとか言うな。なんでだお前、トーマー、違う、わかんないってこのプロレス変だってこの人のプロレス。プロレスとか言ってもわからへんから。じゃあいきますよ、1000円札。千円札をまずこんな感じで半分に折ります、うん、はい、これ皆さんもやってみてください、家で。あ、できんの。はい、うん、で、こんな感じでまた折って、うん、まあ要はちょっと小さく折れればいいんですよ、ね、はいはいはい、はい、ミニマムにするってことですね。ミニマムで、よいしょ、こんな小さくでわかるけど、うん、はい、ミニマムにして、なんでそんな厳しいんだろうか、このおじさんおじさんはで、これを今度はパッて握って、うん、揉んでいくと、ちょっとずつかすむんですよ、千円札。かすむ？かすむ？ちょっとずつか、ちょっとなんか薄くなってない？わかる？え？あ、ちっちゃくなってる気はするの？ちょっとね、ちょっといくよ、ほら。ちょっとずつかすむんですよ。かすむっていうのがわからへんけど。かすむっていうの？わからへんねん、おい。じゃあ、なんかちっちゃくなってる感じはなんかあるかも。だってそれで、あとは使うのが、ちょっと揉んでいって、この魔法のボールを使うんですよ。はいはいはい。はい、この魔法のボールをね。うん、まっ、それうまっ。それずっと見たい。はい、やっぱすごい。やっぱすごいわ。うん、どうも、川村ミックです。じゃあいきます。で、ここで、こうやってピンピンって叩いてあげると、疑問編。本当に、ない消えるんですよ。うん。で、どこにあるかって言ったら、うん、もう本当に消えちゃったっていう。え、泥棒？え、1000円が？マジで？でも、保険であげたから、俺、そうね。で、キュウリ一回見て。え、お前キュウリ一回見る、一回、匂い嗅いでみ。めっちゃ1000円の匂いじゃない。1000円の匂い？1000円並みの匂い。知らんけど。え、それあれじゃん。マジっすか、なんかレモンとかで。え、マジ？ちょっと待って、うん、なんか確か、うん、あれ、お札じゃない、うん、ナイフって誰か持ってます？ナイフ持ってない。ナイフは持ってない。あ、ごめんなさい、あるナイフ。ナイフ持ってんの怖いて。で、ちょっと、さっき触ってたけど、なんかおかしなとこあった？いやいや、特に普通の切りました。ないよね、別に切り傷とか、はい、じゃあちょっと軽く切ってみるね。え、マジで？マジっすか？見たことあるけど、そういう。すごいって、これ生で見れると思ってなかったじゃん。だってほんまのキウイやん。うん、うわー、じゃあ、岡田さん、ちょっとだけ抜いちゃっていいですか？で、うわ、びっしょ、マジ？え、ゆっくり。え、マジで？先ほどマジで下や、山下が、うん、うわ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 千円札が、うわーすげーじゃあ、しかも俺、ちゃんと見てたの、うん、番号見てたの、ちゃんと合ってる、マジ NK3 やったわ、
もんさっき。すごっ、すごっ。番号見てたんやるらしいですよ。やるらしい。本当に疑ってんだよ。すごいね。でもすごいよこれ。以上、僕のマジックはここまで。ありがとう。すごーい、すごい。お前それ財布に戻すの。うわ、乾かすマジックか。そんなマジックじゃなくて乾かすの物理やから。すげえ。いや、それなんかさ、テレビとかで見たことあるやん、こういうの。その目の前は初めてやから。すごいわ。ありがとうございます。これ消せんの？これですか？これはさすがに大きすぎるでしょ。大きすぎるから、こんなのね、消せたら俺はね、うん、すごい。いや、すごいよね、ほんとに。そう、モテるよね、こんなに。毎月見るな。ん？これ毎月見る？毎月は見られへんな。ガララーが見れて俺見れない、どういうことだよ。いや、でもなんか、うん、やっぱすごいな、すごいなって思うねん、こん時は。はい、はい、ありがとうございます。だ、2月もそうやん、すごかったなって思うやん、うん、ありがとうございます。次の日にはあんま覚えてへんねん。だからかな、毎月見れる。でもマジックってそれがいいんじゃない？ああ、もう覚えてないみたいな感じ。覚えてないから、なんかいつもサウナ誘ってくれるのかな、なんか。あ、サウナ、うん、うん、サウナほら、いっぱいお前のヤバい話聞けるから。あの男同士汗かきながらお前のヤバい話聞ける。ヤバい話とか持ってると思われたくない。持ってたとしてもよ。すごい、24時ぐらいにサウナ入って、はい、サウナ5時ぐらいに帰るみたいな、はい、もうそう、3時間ぐらいこいつのエピソードトーク聞いてるから俺ら。でやっぱ桜井兄さん、ケラケラ笑うしちゃう。そう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 。で、松井がちょっと引いてね。あ、そう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 、松井がね。言ってしまうよね、俺が。桜井兄さんが笑うならばと思って。うん、でもなんか、振動が、すごいみたいな、なんかちょっと弱めやった、正直。俺らはすっごいちゃんと踊りついてるけど、なんか、まあでもなんか、さっきの9位のやつとかも、まあ普通なんか名前とか書いたりとか。あ、まあね、サイン書いてみたいな。なんか、岡田さんがたまたまその数見てたから、うん。あ、見てたからね、記号。まだちょっとなんか、ね、じゃ時間短縮のために書く時間をちょっとだけまあなくて。そうな、まあまあ、でもそれってなんかその、この数字覚えててくださいの、なんか、うん、一回その、湯川さんの拳だけ見てもらってからですか。え、その湯川さんの拳だけ一回最近ちょっとキックボクシングやってて、ね、うん、そのキックボクシングやってるとかしてて、うん、素手でいってるやつだけど。そう、これ僕は信じてないです。素手で壁のやつやな。壁一回とつかない色してるんだよ。いや、でも進路がなんか物も言いしてたからな、なんかな、大丈夫かな。怖い CM だね。怖い CM。さあ、はい、ということでエンディングでございますけれどもね、まあ告知は何かありますか？あ、ありますね。はい、5月ですね。5月12日ですね。12日、はい、岡田さんぐらい。あ、そうだ。あ、はい、それか、はい、女性のためのまあ、違う、働く女性のためのお笑いライブ。あ、そうだ、そうそうそう、プレゼンツしてるから。それは、でも、じゃあ働く女性しか来ちゃダメと。違う違う、働く女性やとちょっと安くなる、はい、あ、なるほど、ね、そうそうそう、300円引きで。そうそう、はい、なるほどなるほど。それでみんな新ネタやっていこうみたいな。あ、新ネタ、新ネタなんですか？新ネタと、一番ベストネタ。あ、ベスト。なんでか知ってる？働く女性ちょっと安い。なんで？その岡田桜井は女のお客さんが多いでしょって、うん、はい、その岡田桜井のお客さんが来やすい値段設定にしました。あ、さあファンを紹介してください。なんで俺がそんなことするの？でもなんだろう、結局なんか、なんだろう、何ちょスタッフさんめっちゃ引いてる。さあ、めっちゃ引いてる。なんで紹介しないといけない？そう、おかしいっすよ。紹介とかじゃないの？おかしいっすよ。じゃあ、ニアマシと待ってって。絶対おかしいっすよ。紹介しろとか言うのおかしいっすよ。ちょっと、いや、なんで来た？ヤマシと待ってって。ふざけんな、お前。ヤマシだ！おい！ヤマシだ！おい、お前。ちょっと待って待って、おい！あー！いたー！おい！ヤマシだ！ヤマシだ！ヤマシだ！死にるよ。死にるよ。はい、死んだ終わり。終わったの？ありがとう。いやー、すごい、ごめんなさい、ごめんなさい、全部はね、面白いやってたんですけどね、演出花火もうレギュラーガララーガでいいですね。もういい、ガララーガでいいじゃん。これで、ね、まだ僕今マジでジョーカーの笑い方ホワキン・フェニックスの笑い方してんだよ。マジでうそうそ、うそやんか、しんど。うそだ。楽しい。うそって。違う違う違う、お前がマジの感じになると、
違う違う、だから見て違う違う違う、っていうっていうお笑いでしたって、お前が言えよ、お前が番組上僕が言う、お前が言えよ、こういうお笑いでしたって、お笑いでしたって、お前が被害者の顔したらほんまになっちゃうやんけ。だってお前今コロナで苦しむ人バインだぞ、うん、僕は今苦しんでるんですよ、その遠くの知らない人の心配をしてますけど。花火くんは次いつ来てくれるんですか、チャーハンに。怖いって